PSI とは、もともとヘンリー、F シェーファー3よらの研究グループにより開発された、オープンソースの第一原理計算パッケージである。ハートリーホック法や密度反関数法をはじめとした、様々な計算理論を用いて、量子化学計算を行うことができる。エネルギー計算だけでなく、構造最適化計算や振動数計算も実装されている。プログラムのコアな部分は、 C で記述されているが、Python の API が提供されており、ユーザーにより柔軟な設定や計算が可能になっている。PSI-4 が最新のリリースである。GitHub 上で GPL ライセンスのもと、オープンソースソフトウェアとして反布されている。現在の主な開発は、ダニエル・クロフォード、デビッド・シェリル、ジャスティン・ターニー、ローリン・キングラによって行われている。 PSI で扱うことのできる主要な量子、科学的手法を以下に示す。CIS 法、RPA 法、運動方程式結合クラスター法などを用いて、霊気状態計算を行うこともできる。また、あらわに相関した MP2R12 法や CI 波動関数による対角ボルン、オッペンハイマー近似補正の計算も利用可能である。ありがとうございます。